南郷周期キャンプ第3クール2日目スタート。VR の話です。あ、本当 VR 自体が試合と一緒、試合と一緒、結構リアル感です。いや、面白い、いいと思う。ここに来て、でもそれ逆じゃん、T シャツ俺そういうデザインかと思ったけど、一瞬選手のデザインで無地恥ずかしい。いや、ちゃんと押さえてるよ。うわ、忘れられる、これ。うわ。朝一の。朝一の寝ぼけた。感じが。で、ちょっとブラブラだった。おお、すげえ。お、来た。はい、ちょっとブラないでくださいね。おお、今140。まあ、まっすぐ。あ、空振った。空振った。いいですね。いいのか。まっすぐです。まっすぐ、タイミングどうでした？ライトスタンドです。ライトスタンド。はい。タイミングはライトスタンドですか？ちゃんとあれですか、あの、コースとかも結構わかりますか？あ、今インコースです。インコース、なるほど。ちなみに今まで全部振ってますけど、ボール球見逃してもいいですか？はい。ああ！なんだ？なんだ？まっすぐ高め刺さるです。あぶりっす。今のどうですか？カーブ。カーブ、ボール球だと低めだと思います。結構。渡辺さん、立ちましたけど、やっぱキレキレですね。カーブもスライダーも。結構リアルな映像で、球筋とかタイミング、まっすぐのカーブ、まっすぐとカーブのタイミングとかも、結構リアルな感じでした。ちょっと。ギャンとか言ってしまう。あ、うわあ、何その顔。ブランドン。おい、ブランドン。おお、よさ。よさ。いや、負けとるぞ。そろりそろり。ずるさん、ずるさん。ディレード、ディレード、ディレード。またディレード。まだまだ。ああ、やばい。うわー、いいよー、ピッチャー。3球来た、もうない。そうそう、いいピッチャー。おい、もう投げそうだね。さあ、天気アップちゃん。おい、オーケー、ナイスさん、この調子で頑張りましょう。よー、ワン、ツー、スリー。焦らず行こうと思ってるので、一
い感じでいけると思います。まあ、自分の投げてる感覚と取っていただいて、取ってもらった感覚が回ってるので、お前俺と変わらんぞ、はい、そろそろ実戦も入ってくるのでしっかり開幕です。準備して俺と変わらんねえよ、ね、お前おい、ちょい返してはい、ナイスボールよ。オーケー。まあ、ばらつきはありましたけど、球自体はまあ、真っすぐ変化球ともにしっかりはしてるし、まあ、現段階で何パーセントか分かんないですけど、順調じゃないですかね、はい、仕上がり的には、はい、まあ、まだもうちょっと実戦まで時間があるので、それまではいろんなことこう自分で試せることは試せるだけ試そうと思っているんで、いろんなこう使い方とかそういうのはやれるだけやりたいなと思います、ね、初めてだったんで、まあ、しっかりこうスピードじゃなくてまずはこうまっすぐ変化球ストライクゾーンに投げて、はい、しっかりこう制球できるようにっていうのを意識して、はい、まあ、それはあとはもうちょっと精度高くというか、はい、やっていきたいと思いますね。気がなく、キャンプ、オープン戦終えて、万全の状態で、シーズンインできるように、頑張りたいと思います。いこうっす。守備体系、普通にゲッツーで、セカンドボールなんで、どうした外野は外野は外部で普通です。まあ、どうせゲッツーなんで、セカンドボールで。スライダー引っ掛けてね。あ、ゲッツー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 。でも、結構ドライブかかってましたよ。なんで、セカンドボールなんだ。セカンドコーファー悔しい。トロゲンコンビですか。それアウトよ。こっちの守備はトロゲンコンビです。うわ、やったエンドランするべきだったな。最終回、うわ、やったマジで。昼間出せ、爆発します今から。はい、どうぞゴール。はい、見ていく。セカンドやっとないか。よしよしよし。ノーアウトランナー一塁。この1点は重いよ。オッケー。うぅぅぅぅぅぅ。まだな。現実の野球はね。最大保健大会決勝や。決め、勝った方を飛ばしや。あとあれ、これシナリオ取るんだったらこれあるな。あーショートゴロ。はい、ショートゴロ。ワンアウト。甲子園まであと2つ。甲子園まであと2つです。落ちた。
やいやいやいや、よし、いや、いい感じに詰まったよ。エンドラン絶対出さないです。そんな逃げた。よし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 、ツーアウト2塁あと一人、あと一人。さあ甲子園まで。甲子園まで。ライト、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 ライト。ちょっと。もう一回、もう一回、もう一回。